本田忠タ県は、地方競馬の船橋競馬場、佐々木伊佐級者所属の元騎手である。2014年引退。2001年9月29日付で、地方競馬騎士免許を取得。同年10月10日、第8回船橋競馬1日目第2競争 C3 五組屋条件戦、パダンパダンで、初騎乗。翌2002年2月25日第12回船橋。 競馬1日目第1競争4歳条件戦を5号トップランで優勝し、初勝利。2002年3月16日から8月16日に、マスダ競馬場が廃止されるまで、無視者修行を行った。マスダ競馬での最終起場は、第7回マスダ競馬6日目第9競争第56回日本会、特別、金キヒットで合着だった。 マスダ競馬通算成績は181戦5勝。2010年7月28日第7回大井競馬4日目、第10競争第31回サンターニタトロフィーを、カキツバタロイヤルで優勝し、重賞初制覇。2011年1月4日の川崎競馬第1、競争でダージー・ブライアンに起乗し、レース中にタバと接触し、バランスを崩して落馬した。その際に、 ホンダーコースに放り出され後続場に巻き込まれて頭部を強打、意識不明の状態となったため、川崎市立川崎病院に救急搬送された。復帰を目指して長期療養に入ったものの、2014年5月31日で免許執行により引退。2014年11月7日、敗血症により死去。 地方通算成績は1974線96勝2着96回3着132回、勝率4.9%、連帯率9.7%。ありがとうございます。